細かいところも結構大事と、日本食ゆえ。さあ始まりました。一旦目はその例のファストランドからですね。さあ一方、羽根選手は冷気拠点、冷気拠点から冷気の調和多いですね、羽根選手。これ3度目か4度目ぐらいだと思うんですけども、さあ持ってくる土地はまさか森だったじゃないですか。でも島が出てるように見えましたね。森の可能性高そうですね。山ですかね、今回。山ですかね。こんだけ悩むってことは基本的に森だとほぼ悩まない。なるほど、お山ですね。なるほどなるほど。さあということはね、島に岩山があるとかそういった事情があるんでしょうか。加藤選手もしかし今山を引いたので、ちょっとマナクリージャーが死ぬと不安そうな手札に見えたんですけど、これでとりあえずは一安心と。なるほど。羽根選手は、今山を持ってきたんで、まあ、このマナクリージャーは高確率で殺せるんじゃないかと。なるほど、まあ、殺しながら4ターン目を迎えて、さあ3ターン目ですか。オスカラベ引きましたね。さあこのセットアンドが沼と。なんとならず者の先生が出ないマナベースになってますね。そうですね、まあ、たまにこういうこともある。なるほど。さあとはいえ、つむじ風の巨匠でも問題ないということで、つむじ風の巨匠はミラーマッチ、こういう対決においてはどうですか。先手の場合は特に強いですね。相手のプレーンズウォーカーを牽制しつつ、なるほどもできるので。なるほど。チャンドラに強いと。そうですね。なるほど。マイナスから入ってしまうとすぐにやっぱりソフターで抗されてしまうので、はい、なるほど。さあならず者でアドバンテージと。お、積極的に生み出していきますね。さあ加藤選手、ここで土地が引けるか。わあ、ただ引いたのは森と。霊気拠点さえあればチャンドラということですが、ここでチャンドラが出ると出ないとではもう運命の差といいますか、全くゲームが変わってきちゃいますね。さあこのソプター結構いつタイミング乱すかって結構迷うことが多いと思うんですけども、だけど同系は基本ないですね。もうすぐ出しますね。あ、なるほど。比較的出してすぐ殴っていくのがもう静着手と、ね。まあ、相手がグローリーブリンガー入ってる時だけちょっとあのブロックに回す時に出した方がいい時もありますけど、4色と分かってる時点ですらないだろうということで。なるほどなるほど。さあここはもう殴っていきましたと。まあ、これは2枚目があるからですかね。なんか爪が抜けた2枚目があると。さあ2枚目はない。ないですね。ない。除去チャンドラスカラベってところですかね。そうですね。次どっちが引けるか。なるほどなるほど。加藤選手としてはあのナズモン先生にあまり攻撃されたくないっていう意思の方が大きかったんでしょうかね。まあ、どちらかというとつむじ風にあまり大した価値がないだろう。なるほど。エネルギーも乱せないし、もう墓地押しも変わらないと。さあしかしここでさあこの4ターン目が最も強いと。除去を構えてる相手に対してプレインズウォーカーは最高の回答ですね。さあそしてプラスして、まあダメージと。さあチャンドラ加藤選手一転してランドが引けるか。引けないとかなりピンチですね。引けるとかなり優勢と言っても過言ではないですかね。そうですね。神が出るので。さあ霊拠点ですか。最高の、まあ、これは最高のカードですね。さあさあさあ、ガゼンテンションが上がっていきましたね、この加藤選手も。さあスカラベが出てしまうと、やはり後手で対処する術というのがこっちもスカラベしかないんでしょうかね。そうですね、原田選手は両外の応酬が入ってないので。なるほどなるほど。後手でも対処できるのが両外の応酬と。まあ、ただこういった状態ではすぐ取り返されてしまうので。なるほど。まあ、除去を挟んだりとかして。さあただあスカラベではなくチャンドラと。なるほど。こうスカラベ選択しなかったのは何か、両替の応酬などを警戒してるか、なんかあまり人が分かってないと。チャンドラこのまま行くと飛行トークン倒して次絶対落とす。なるほどなるほど。落とすことを優先したと、ね、なるほどなるほど。さあ一方ハーエン選手ですが、逆にハーエン選手としてはここでスカラベを出せばこのスカラベ対決においても優位に立てると、ね、さあどう動くか。さあどう動くか注目ですね。まあ5枚目土地はありますと。はい、手札にはちょっと土地がもう 2,3 枚あるように見えますが、なるほど。ならずもん生成屋っぽいものが見えなくはないんですが、さあこれは何に使うか。トップとチャンドハラが、ああスカラベありますね。4枚入ってるとまあありますよね。そうですね。まあ、ただ加藤選手はこのターンチクレイナズマがあるので対処できると。かなり動きがいいですね。チクレイナズマをしながらですかね。そうですね。スカラベも出せるので。なるほど。さあさあただチャンドラも落とすことができるのでどう動くか。チャンドラを落とす選択を選ぶとやはりそのマナを生み出せないんで、チクレイナズマとスカラベ同時ができなくなると。そうですね。さあ非常に難しい場面ですが、っていうかこういうものが多いからティムルミラーは長引くんですかね。そうですね。基本的にはちょっとやっぱ盤面の整理がかなり難しいので。なるほど。この状況だけで難しいですね。このアクションは結構ゲームを分けますからね。なるほど。どちらにせよ裏目は結構ありそうな感じに見えますよね。
そうですね、スカラベを除去した場合は原根選手の手札にスカラベがあるとちょっと裏目なるほど、まあ、ただチャンドラをその代わり確実に対処できるので、なるほどなるほど、チャンドラを、一方的にしてしまえば加藤選手のチャンドラが残ってアドバンテージもマナも特にマナの面が大きくて、なるほど、加藤選手はチャンドラとスカラベで即座にクリーチャーを釣り上げたり、そういった行動も可能になるので、なるほど、7マナある状態だともう釣り上げられるからもう、まあ、目前ですよね、そうですね、もうチャンドラはやはりもうマナとアドバンテージ両面で大きな差をつけてくれるので、なるほど、チャンドラは3色ティムール相手にはやっぱグローリーブリンガーがあまり強くないという、いやどうですかね、グローリーブリンガー出させて打ち落とすっていう動きもできるので、基本的にはあんまり色は関係ない、ティムールミラーは基本的にかなりカードとしては強いと、そうですね、ただ3色が使うチャンドラっていうのは相手がチャンドラの敗北を入れてきやすいので、なるほどなるほど、その分弱いっていう違いがあります、なるほどなるほど、4色ティムールに対しては、チャンドラの敗北は最大にできないんですよ、ね、なるほどなるほど、さあここは除去優先手法です、さあスカラベに対してはどうするのか、とはいえチクレを打たないわけにいかないように思いますよね、この選択を選んだんだったらチクレしそうですけどね、なるほど、エンドフェーズに打つというのが定石ではありますが、このターン終了時に打たないと、ね、スカラベの神は手札に戻ってくる能力があるんですけど、ターン終了時に死亡した場合は次のエンドまで帰ってこないので、春根選手のターン終了時まで帰ってこないということで、この1ターンスカラベを猶予を、まあ、加藤選手が得ることができると、そうですね、エンド時に打つことを優先しましたね、はい、現状で見ると非常に加藤選手が有利に、そうですね、チャンドラ軍圧倒的に有利ですね、はい、ただここに2枚目のスカラベを林がもし持っているとなると、またゲームはちょっと話が変わってきますかね、そうですね、ただそれぐらいインパクトがあるカードじゃないと逆に原田選手は厳しい、なるほど、チャンドラはそれほど非常に強力なカードだと、まあ、神チャンドラなんて呼ばれてますから ね、ある意味スカラベの神の次はこの神も、まあ、チャンドラも本当に残るともうすぐ奥義まで行ってしまう展開も多いですし、なるほどなるほど、さあ、さあこの感じだとなさそうな気がしますよね、スカラベはならずものですね、ならずものですかね、これはセセヤで引きに行くと、はい、原選手シャッフルが早くてちょっと、あ、エンドですね、なるほど、さあ、がぜん有利になったのは加藤選手と、このスカラベをそのカウンターできるようなカードを基本的にメインボードではほぼ取ってないという点が過言ではないですね、そうですね、多くても2枚で基本的には入ってない、本質の産卵か、まあ、思考の意思ですかね、そうですね、となると、あ、しかも加藤選手これランドを引くともう、あ、釣れちゃうんですかね、あ、レイ表ですか、もうこのターンで釣れてしまうということですね、マナを出すと、チャンドラのマナと合わせて、なるほど、で奥義とスカラベの二段構えという形になりますかね、さあ、ただもう加藤選手だけチャンドラ込みで8マナ以上あるので、春根選手とはもう行動回数に運転の差があるので、この行動回数が非常にこのミラーマッチにおいては重要と、特にスカラベ同士だともうやっぱり出してすぐ起動できる側と、そうじゃない、なるほど、側ではなかなか勝負にならないですね、なるほど、原根選手がこれに追いつくにはプレインズウォーカーぐらいの強力なカードを出さないと、ブラスカーなのでそのそうです、ね、アクションを、なるほど、まあ、行動回数というのがやっぱりそのマナクリをいっぱい入れた方という方大事だと、そうですね、うん、ただ現状はちょっとスカラベが厳しいですかね、原根選手このターンの最良のアクションはスカラベとチクレイですが、なるほど、スカラベ出しながらチクエで逆にこのスカラベ対決を制すると、さあしかし、さあしかしこれはないと、うん、となると釣られてしまう上で、しかも1回つられ、これ2回釣られてしまうマナを残されるってことですよね、いやそうならないですね、もう、原根選手が多分今6マナ7マナですかね、はいはいはい、1、3、4、5、7ですね、 8マナあると難しいんですけど、マナを、全部使い切ってしまうと原根選手も2回釣れて意味がないので、なるほど、1回分はチャンドラ経由で使うとして、もう1回分は残しておく可能性があると、そうですね、加藤選手単純に土地を引くともう2回起動できる、なるほど、チャンドラ関係なしに2回起動できると、それが一番理想的ですね、加藤選手はチャンドラで奥義を狙いつつ、スカラベはお互いイーブンの状態で放置しておくっていうのが、なるほど、スカラベ攻守において素晴らしいですね、そうですね、で、まあ、今チャンドラがある分、何かをしなければいけないのは原根選手なので、なるほど、ただ何かしなきゃいけないスカラベは現状加藤選手のスカラベで封じられているという状態ですかね、そうですね、うん、これは原根選手厳しい展開ですね、ただ加藤選手土地を引かなかったですかね、このターンは道路飯使いを引いたんでしょうか、今あっと、しかし、おお、これはまさかの錯覚、
これ、なるほど。さあ、これでスカラベの神が、これでスカラベの神を釣るということですから。そうですね、これで釣って自分の墓地に落とすことで、なんとエンドに拾えると。いや、もう44を殺した方がいい気はしますけどね。あ、なるほどなるほど。さあ、フルアタックと。なるほどなるほど。これで通すと10点。10点と。さあ、しかし原根選手はまずは少なくともチャンドラを落とさなければいけないので、しかもスカラベは今この時点でリムブされてしまうと。コピーを残しましたね。さあ、これでタンシルに帰ってきて、帰ってきて問題は山積み、山積みと。夏休みの宿題みたいになってますもんね最終日の何も終わってないという。さあ、1本目は加藤選手が選手しましたと。やはりプレインズウォーカー強しですね。チャンドラの行動回数の差で。なるほど。まあ、リストの時点では優位だった原選手ですが、まあ、その結局チャンドラとスカラベどちらもプレイしたのは、まあ、加藤選手だということ で、ね、まあ、この引いたもん勝ちといいますか、その引いた方がやっぱ有利だと。加藤選手けど、チャンドラの返しがうまかったですね。チャンドラをあそこで出したのでスカラベを出すって選択肢もあったんですけど、チャンドラを選んで結局原根選手がチャンドラを一方的に落としたので、あの選択肢が試合を分けると一切おっしゃって通り、そうです、ね、あれがすごい非常にうまかった、ね、まあ、うまいプレーということで見事加藤選手が1本目取ったと。さあ、原根選手は1本目マリガンと。ミラモッチ、マリガンかなり痛いですかね、きついですね、きついですかね。やっぱりセンターのアドバンテージがあるとはいえど、なるほどなるほど。そう、1枚1枚のカードの強さは結構やっぱりこの1枚1枚の重みが大きいのがミラモッチですか ね、 すね。とはいえスカラベが一度動かしてしまえば1枚など小さなものと、ね、どうってことはない、どうってことはない、それに近いインパクトはあります。なるほど。さあ、6枚に関してはキープして、あ、1旦目ね、芝居の裏山から入りました。さあ、加藤選手は今両替な王将を引いたんですかね。宮内強力なカードですね。さあ、2ターン目ですが、原根選手動き出しは少しゆっくりしたように見えますね。思考の意思が今見えたような。あとはつむじ風の巨匠ですかね。つむじ風の巨匠はやはりサイド後も非常に強いカードの1枚ということですかね。そうですね、サイド後の方がもしかすると強いかもしれない。なるほど。プリンズオーカー増えたりとかそういう対応が、ね、あの、まあ、ただちょっとあまり引きすぎてもちょっと使いづらいというか、スカラベットカードが出てくるマナー域になるとちょっとインパクトが弱いと。そうですね、なので、まあ、何枚残すかは難しいところですか。宗教と言いますか、うん、いや難しいですね。津村さん、ちなみに僕は1枚ぐらいは減らします。あ、なるほど。さあ、お手の加藤選手としてはマナクリに対して付き合うのか、それとも除去していく展開になるのかというところですが、後手は基本除去したいですから、ね、基本除去したいですね。チャンドラですかね。そうですね、原根選手のリストが分かってるかは。4枚のチャンドラを見た後はもう2体目のマナクリは親の敵みたいなものになりますもんね。さあ、あとはエレーキの調和を唱えてきました。除去はなかったかもしれないですね、今加藤選手の手札には。さあ、これは原根選手としては絶好のチャンスですが、見た目的にはチャンドラなさそうですね。アタックですかね、これは。さあ、あ、マナクリ、あ、すみません、お名前覚えてますか。覚えてないです媒介者の修練者です、はい、ですね。さあ、土地がなかったということで、まあ、マリガンがちょっと響いていると。そうですね、まあまあ、ここまでの展開は悪くないので、加藤選手が除去をできなかったっていうのも含めて、はい、なるほどなるほど。さあ、加藤選手どうしたのは了解な押収ですかね。先ほどさ引いていたような気がしたんですけども。さあ、手札はでも土地がちょっと多めに見えますかね。つむじ風の巨匠ぐらいはあるんですが、うん、そうですね、つむじ風でこのターンは。なるほどなるほど。確かにちょっとこれで見ると難しいはインパクトが低いといえば低いかもしれないですね、この場では。そうですね、トークンは1体しか出せないので、なるほどなるほど、原田選手としてはほっと一安心。なるほど。このターンがチャンドラとかだったら大変でしたね。それこそ、そう、ね、マナクリからの。さあ、ここでマナを出して、さあ、3マナですかね、ならず者ですかね。さあ、ならず者と。はい、引いた。お、ブラスカーがありますね。ブラスカー、原根選手も手札かなり強いですね。強いですね。しかも思考の意思があるので一度定着してしまうと、もうあとはカウンターでブラスカ守るだけみたいなゲームになってしまいそうですが、加藤選手がちょっと今手札がクリーチャーには余裕を持って対処できるんですが、はい、それ以外がどうか。なるほどなるほど。ブラスカ、このミランマッチョもいたらもう強さで言うとかなり強いですか。最強クラス、最強クラス、最強クラス。なるほど。とんでもないです、とんでもないです。あいつを僕殺せたことがないすごいんですよ、あいつは。よっぽどこっちが有利じゃないと殺せないみたいな感じですかね。いや、どうですか、本当に殺したことがないレベル。本当ですか。はい、それぐらい硬い。あらあらあら、まあ、8位ですからね。まあ、出てきてトークンが出て、
まあ、壊しづらいし、しかも奥義がめちゃくちゃゲームの勝利に直結しするカードですからね。奥義はまあやられて負けた試合しかないですね。やっぱ1になりますからね、大体負けますね。マイナス能力はまあ宝物を生み出すので、結構2アクションというか、そうですね、3アクションとかを取りやすいというか、もう1回8に行って殺されなかったら早々死ぬことがないんで、なるほど、そこまで行ってもマイナスでもプラスでも、なるほど、また基本的にはプラスし続ける方が強いです。なるほど。もう顔の叱責さえケアしないんだったら、ひたすらプラスして相手に延々と殴らせて、その間にこっちは戦力を追加してっていう展開にできればほぼ勝ちですね。顔の叱責は唯一このブラス界の回答という、そうですね、それぐらい。なるほど。さあ土地があればこのターンにブラスかというところなんですが、この考えではちょっとブラスカはあるんですが、土地がなさそうな感じがしますね。さあ、ただ原根選手多面相なんかも見えたので、かなりこのターンの選択肢は多そうです。なるほど、まあ、構えて思考の意思を構えるターンでも良いと。そうですね、まあ、スカラベの神をもしカウンターできればかなり大きいですからね。さあどう動くのでしょうか。このターンは非常に難しいと言いますか。ただ加藤選手が大振りのアクションで返しにブラスカという展開になると、もうほぼほぼ勝ちなので。なるほどなるほど。多面相現状はとつむじ風の巨匠ですかね。そうですね、エネルギーの量も、原根選手の方が凄まじいですね。多面相一般的にミラーマッチかなり強いカードを、そうですね、相当に強いです。やっぱりこうつむじ風とかならず者をコピーする展開が多いんですか。ならず者が一番いいですね。あとはハイドラも強いです。なるほどなるほど。ハイドラも実はまあサイド後ちょっと展開に左右されやすいんですけど、はいはい、多面相だったら相手がハイドラの時にハイドラになって綺麗に場面をさばけるので、うん、なるほど、ちょうど相打ちを取れると。そうですね、しかもこっちは帰ってくるからもうプラス1枚と、まあ、完璧な回答です。さあ滝村さんですかね、このトークンは。加藤さんが今おもむろに飛行機械トークンとしたの。そうですね、加藤選手はもともとチーム豚小屋という、滝村さんも所属しているチームの一員なので、はい、そしてビッグマジックプローズでもある。そうですね、ここにビックスということで。さあこのどう見てもいちいち飛行には見えないこの圧がありますか。強そうです、ね、4号トランプルぐらいそうですよね。ちょイメージ的にですか。プロツアーチャンプですかね。さあダメージを重ねていくんでしょうか。ティムの対決やっぱりいろんな方がおっしゃってますけど、ダメージレースが意外と重要というか、非常にそのダメージが大きいというか、そうです、プレーン増加がいないときはやっぱりしっかり詰めるとか詰めていかないと。なるほどなるほど。さあ加藤選手は効果不効果、このターンあまり突っ込むようなスペルはなさそうなので。そうですね、やはりクリーチャーに対処するカードがめちゃくちゃ多いので、だハーレ選手は多面相から行ってしまうと逆に恨めてた可能性ありますね。クリーチャーに対処されてやすい。さ、これは難しいですね、思考の意思をするかどうか。これ2マナ残ってるのがいやらしいと、いやらしいですね。否認っぽく見えるので、ハーレ選手がどうするか。さあもしこれエンドした場合はエンド前に思考の意思打ちますかね。あ、打たないですね多分ですけど、次のターンつむじ風思考の石っていうターンにして、その次かなと思います。なるほどなるほど、簡単には出さないぞと。ちょっと一回つむじ風出さないとブラスカも結構なダメージを受けてしまうので。なるほどなるほど。あ、現状場で見るとつむじ風の巨匠本人たちが殴ってくるのが結構痛いと。そうですね、それもあるので。なるほどなるほど。つむじ風出しながらこっちのブロッカーを立てて、まあ、しっかりとそのブラスカの壁をあらかじめ作っておくと。そして思考の石も構えられると。さあやはりそのあたりがアクション行動をたくさん取れるというのが、まあこの原根選手のデッキの魅力と。原根選手だけマナクリチャーが2匹いるので、実際これがもし加藤さんのデッキだとしたら思考の石構えづらいですからね。さあ巨匠が出ますが、あっさっき除去は打ちますかと。さあここは打たないで無事9個ですね。まだ出し合わせ、あ、いやあれはあえて出してないのかもしれないです。なるほどなるほど。サイズ1個2個よりも、なるほどなるほど。もう多分原根くんの中でこのターンのアクションは決まってたと思うんで。なるほど。で、おおむね次のターンにその思考の意思を打つであろうことも予想済みで、あえてあれを使わなかったと。そうですね、最終的に9マナになってブラスカプラスカウンターっていうのも多分見据えてると思うんで。なるほどなるほど。今別にあいつがサイズ1個ちっちゃかろうが関係ないので。なるほどなるほど。そのあたりもちょっと原根選手の好プレーといいますか。僕もあのマナクリちゃんまあまあ使ってたんですけど。あ、本当ですか。うかつに出しすぎるといざって時にマナがない。意外とお前サイズはあるけどみたいな。いらんいらんっていう。なるほど。よくあるんで。なるほど。あのマナクリそこそこ騒がれてましたもんね、やばい出た時ちょっと。ね、さあ積み方巨匠原根選手の思惑通りそこそこ盤面が綺麗になってしまいました。魚介の応酬は打ちますかね、あそこには。さ あ, さあブラスカ来ましたと。これはもう原根選手待ってましたと言わんばかりの。
そしてこの返しがブラスカですからね。これはもう原根選手本当に思い描いてた通りのゲームプランです、ね、なるほど。こうなってしまうと加藤選手は手に両替の応酬しかなくて、盤面もほとんど同じ、若干振りぐらいなので。なるほど。だから原根選手は思考の意思とこのマナクリとブラスカーがあったときに、このここまでを思い描いてプレーしたということですかね。なるほど、まあ、こういったその長期的なゲームプランを、まあ、見据えなければならないという、いや難しいですね。そうですね、このゲームは、まあ、マナクリのおかげで、エネルギーが3つ残せたと、はい、さっきもしサイズのために1個使ってるとここでトークンが出せなかったんで。なるほど。非常にこのプレーを見据えた今までの、まあ、一連の流れと、さあそのクリーチャーに対しての除去は多いんですが、そのブラスカに対処しづらいのが今の加藤さんの手札になっています。両替の応酬が泣いてますね。ちょっともうでも加藤選手はもうつむじ風を取って強引に攻めていかないとブラスカが奥義まであっという間に行ってしまうので、取ってもあまり強くないのがつむじ風の結論ですよね。まあただ一方的にトークンを生み出せる状態になればさすがに。なるほど。手札にデイキトン調和もあるんで、実は結構こうエネルギーが増やせるんですかね。これ3にして両替な応酬でつむじ風の巨匠を取ると4になるわけですよね。あ、5、4か4ですね。ただそれでもブラスカを落とすのがしんどいんです、ね、なるほど。どんだけ硬いんだと、まあ、しかもだんだんと巨匠は減っていきますからね。さあ原根選手としてはこのブラスカをなんとか死守したいで、加藤選手はブラスカをなんとか落としたいと。さあここは意を決してもう打つしかないと、まあ、2枚あるんで、まあ、スカイビー出てきてももう1枚あるだろうと、その安心も。さあここは取りますと。さあスタックル生み出すかどうかですが、どうしますかね。まあ 出しそうですね、出しますか。この11が出しておくと、この22と11の合わせ技でつむじ風の巨匠は相打ちに取れるのが非常に、まあ、単純に今飛行が相手にも1体いるんで。なるほど。そこは打ち取ってやろうと、止めとくだけで、でブラスカに継続的に殴れるやつを減らすっていうのはすごく意味があるので。なるほど。現状飛行以外はほぼ通らないという過言ではないですよね。さあしかし頑張って、さあ頑張って削りに行くが、まあ、ここは、まあ、注文通りと言いますか。はい、エネルギーも空っぽになってしまいましたね。妻選手、ああ金谷選手、ただもうブラスカが、ブラスカがもうしかも 3,4 ですからね。あの媒介者の修練者が、ね、これでも地上も止まって加藤選手が殴れるのが、飛行の一体だけっていう状態が続いてしまうとブラスカが、なるほど、プラスされていくと。なぜかプラス2ですからね、このブラスカは。いや本当に遠いんですよね。奥義まではすごく、対戦していると奥義までが早く感じる。なるほど。さあ両替の応酬が手札にもう一番あるんで、加藤選手としてはその両替の応酬をうまく使えるようなカードを出してきてほしいというところですかね。さあここはマイナスを使っていきましたね。これはどうですかね。プラスではなくあえてマイナスと。ここは手札次第ですが、なるほど、この宝物を含めたちょうどマナを使い切る展開になるかもしれないと。あ、殴っていきましたね。どちらかというとつむじ風は多分全滅させられるんじゃないかなという気はしますが。なるほど。おさあこれは、ああなるほど、これはつむじ風の巨匠になるという展開ですかね。なるほど、青々がなかったんですね今は。はい、そのためかどうかはちょっと微妙ですがね。さあ道路飯使いも出て、この、まあ、ただこれでもただこれは パーマネントの数が川の叱責でもきついですね。でもきついです、ライフがやっぱり全然ブラスカに攻めなきゃいけないんで、はい、川の叱責はちょっと盤面を押していないときだと、そうです、ね、あまり効果を発揮しないというか、ならずもん先生やもっと早く引きたかったですね。加藤選手としてはちょっとエネルギー不足に陥りつつありますね、この現状だと、まあ、ほぼお互いが似たような展開をして飛行機械を潰し合っているので、はい、さあガゼンブラスカが、そうですね、両替の応酬と、おもう反対が終わった、反対が終わっていると、伊藤選手の勝利、友達選手 の, あの少し変わったエネルギー力が決勝に勝ち残ったと、はい、というわけで決勝も、まあ、ご覧の通りですが、レイキとの調和を打ち合う対決なのはもう今から決定しましたということで、さあならずも先生、お引いたのはブラスカですか。ブラスカはここから引いたとしては追いつきますかね。そうですね、ブラスカの中精度自体は小さいんで盤面さえなんとかしてしまえば、そうですね、というところなんですが、
ただちょっとそれにしても、ただ加藤選手も手札かなり強いので、本当に盤面さえなんとか盛り返せば変わってくると。さあ現状攻撃が遠いそうなカードは1枚もないですね。飛行機か伊藤君もあの多面層で現状つむり風の挙手になっているので、トークン同士が相打ちになってしまうので、このターンはどうしようもない。あるいは旅外の応酬の2枚目を使うか。ただ2枚目ちょっと使いづらいですよね。そうですね、どっちかっていうと、多面層からいきそうですが、ここは有形していきましたね。つむじ風を奪う。なるほど、まあ、スカラベはちょっともう今から引かれたらどうしようもないだろうっていうイメージですかね。まあ、一応手札にあの多面層がいるんで、そのままコピーして釣るっていうアクションができます。今8枚目。なるほどなるほど。さあ攻撃いきました。この巨匠はどうなるかちょっと気になりますね。まあ、ブロックはどうなるか。とにかく巨匠を一方的にしようとお互い動いてますね。ではナズモの積み重ね巨匠に対してドローン召し使いと飛行機械トークンがブロックに来るというのが、そうですね、そうなりそうですね。なるほど。とはいえ飛行機械トークンが残ってしまうんですよね。そうすると、つむじ風通しただけでは別に死なないので、ただ次のターンへ飛行機械がもう一体増えてくることも考えると、はい、多面層からいったのは結構正解かもしれないというか、そこまで踏まえてのプレーだったと加藤選手としては。さあどうしますかね。まあ、ただちょっと攻めてる都合上、加藤選手の方がどうやっても盤面は先頭ではそんなに得はできないと思うので。なるほど。さあ難しいですね。こういうのが毎ターン行われるんですね、ティムールミラーというのは。非常に複雑ですね。原根選手も圧倒的な盤面でしたけど、あっという間に入れ替わってしまった。そう、殴らない方が良かったかもみたいな盤面に一気になるので、ライフを削りたいけどもちょっと噛めなきゃいけないターンもあると。ああなるほどなるほど。手札にブラスカーがもう1枚あるのかな、原根くんは。はいはいはい、このブラスカー最悪。あ、なるほど。それでマイナスが早かったんですね。プラスしてもいいかなとさっきのターン思ったんですけど、手札が多分2枚目のブラスカなんじゃないかなと。特攻覚悟で落としてきたその加藤さんのプレーを見越して2枚目を温存しておいたと、あえてマイナスがいくことで。そうですね、まあ青マナが欲しかったのもあるとは思うんですけど。はい、さあどうしますか。ただライフを削っているというのも実はそろそろ意味合いが出てきますよね。ブラスカに殴りたいのにブロッカーを立てなきゃいけないという展開にも。そうですね、そうなってきますね。13だとまた中精度がやっぱり今の、ブラスカーかなり小さいので、はい、ただあの海賊もね、本当に先手であの先にブラスカーを出した側は海賊がいっぱいあるので。なるほど、ブラスカーを守りづらいと後手は。そうですね、ライフもブラスカーも守りづらいという状態になってしまうので、はい、なぜにあいつに威迫がついているのか。まあ海賊は怖いですからね、まあ、威迫はつくんじゃないですかね、やっぱり。脅されるんじゃないですかね。さあここは、あ、サイオンというサイズはでかいですね、このナズモの生成屋に対して。そうですね、殴っていけると地上はもうあいつがいるだけで、はい、殴るときにもやはりその容易なチャンプはさせないぞという。さあ攻撃しました。ここはどうでしょうか。まあトークンを使ってダブル多面層はできれば落としたくはないですよね、墓地に。そうですね、原根さんの墓地絶対落とせないんで、まあ、2-2-2体をダブルでいくか。なるほど、ナーズモン生成矢とあのこれこうして生成矢を、まあ、倒させて、これブラスカと生成矢の1対1交換ですからね。ブラスカのトークンのすごいことですよねこれは。さあとはいえ追加のアクションがどういうものになるかですか。ブラスカ側としては原根選手としては動けないですね。2枚目持ってたとしては出しますかね。いや出さないですね、次のターンは待つと思います。なるほど。あ、今行きました。あ、行きましたね。もうここで一気に決めてしまおうと。これあと返しのブラスカに対しても強く出れるというのがあるんでしょうかね。そうですね、返しがブラスカだった場合これがもうベストプレーだと思います。事実として加藤選手の手札にはブラスカがありますと。もうここで中精度も原根選手も、初期にまで戻ったんで、3対8だと相手のがちょっと早いと。そうですね、でライフは原根選手が圧倒的に攻めているので、これもそれを見越したといいますか、このブラスカを出されても大丈夫だろうと計算の上のプレーと、まあ、あとはこのライフ差を生かしていこうというプレーですね、はい。まあ、先ほど殴ったということもあり、まあ、ここでもう攻撃しまおうと、非常に攻撃的なプレーですね。加藤選手はやっぱりもうどうしてもブラスカを落とさなきゃいけないんで、ある程度殴んなきゃいけないんですよね、はい、守らなきゃいけないけど攻めなければいけないので、盤面で今9点ありますもんね。そうですね、しなきゃいけないので、
まあ、両方やらなきゃいけないのが辛いところだと。さあ手札には多面相と今錯覚を控えたんですかね。そうですね、ちょっと裁くカードが増えてきて、一応マナが8マナあるのかな、1、はい、4、5、6、7、8めちゃめちゃあります、ね、ブラスカプラス錯覚、錯覚もいけると。さあただこうなってしまうと、その先にブラスカの中精度を上げていた原根選手がちょっと有利と、先ほどおっしゃっていた通り海賊トークンが本当にねやりおるんですよね。海賊トークンが地味ですけどね、最初見た時はあんまり強くないと思ってたんですけどね、非常に強い、非常に強いと。こんな硬いプリンズウォーカーは久しぶりじゃないですかね。6マナというエルズベスを思い出させますよね、この強さは。いやどうですかね、 硬さで言ったらエルズベスを超えてますかね、超えてるような、超えてますかね。さあ殴りに行きましたね。さあこれは全力で多面相を取り返しに行きそうですが、行きそうですね、はい、行きましたね、返してくれと。はい、ただ青マナはあるんでしょうかね。青マナ今はマナクリーチャーが一応いますが、まあ、この戦闘で死にますね、この戦闘死んじゃいますね。となると現状だと、あこれは威迫を殺しに行きますかね。あ威迫、あつまりその威迫っていうのはそれほどプレッシャーがプレッシャーがあると、まあ、こっちもブラスカを唱えるから、それに対してまた原根選手一応その宝物、ブラスカマイナスから出る青マナがあるので、なるほど、一応その気になればいつでも出せるのでってことを考えると、もう単純に戦力で強い、威迫のが強いと。さあブラスカこちらも出ましたと、まあ当然こちらもプラスと。さあ、まだまださあブラスカ同士の対決がちょっと前やったらプリンズウォーカーってお互いに追消滅したんですけどね、それもなくなって久しいですね。さあブラスカ同士の対決になりますが、今本当に盤面がほぼ五分ぐらいですかね。ただここで原根選手は墓地に、はい、多面相がいて、手札に手札にはいないのかな、手札にあるんですよね。あそうか、多面相が実は本当に五分というか、かなり一進一退の攻防ですね。さあこうなってくるとブラスカを落とすべきなのか、プレイヤー殴るべきなのかもちょっと。ただブラスカは基本的に放置できないですね、本当に奥義がもう終わりなんで。なるほどなるほど。さあこれは5マナ、あさあしかしこれは、つむじ風になるとしたら加藤選手としては、対応して錯覚で綺麗にさばきそうですね。はいはいはい。さあこうなると原根選手が若干不利かな。そうですね、あのマナクリは使わざるを得なかったんですよね。さあこれでされましたと、エネルギーが増えますが、今度はエネルギーを使うカードが今ないということで、手札に引いたのは何でしょうかね。さあこれで加藤選手がぜん有利ですね。手札に多面相があって、はい、盤面のクリーチャー数はほとんど一緒なので、はい、で中精度も勝っている。気づいたら加藤選手ちょっと逆転有利になっていると、素晴らしいですね。さあ原井選手は先手の利を生かしてというか、先にブラスカの投稿を出したことを生かして殴りに行きますが、ここはがっちり止めるカードがちゃんとありますね。しかも落ちないですね、全く。この仮に全て食らったとしても全く落ちないっていうのは。さあまあちょっと一応除去があると一方的な戦闘になるんで悩みましたが、さあどちらもトークンですからね、やっぱり。はい、ブラスカは8から5になりますね。でこちらはトークンと。この進み具合でいうと少し一応原根選手のブラスカの方がちょっとだけ中精度を上げやすいんですかね、このターンの攻防で見てと。まあただちょっと手札の差が、そうですね、ここで手札の差と手札の強さが多面相、いやこれはつむじ風になっていくんですかね。難しいですが、おそらくそうなりそうですね。1回死んでも大丈夫っていうのがあるので。なるほど、本当は生成上がれば一番良かったんですけどね。そうですね、なんか手札のカードの枚数というのはミラーマッチでは肝になって、いやちょっとマリガン分が響いてる感じはしますよね。ここで仮に羽生選手ももう1枚何かもう1枚がスペルであれば本当に5番だった可能性もありますよね。そうですね。さあただここからさあ多面相で、はい、つむじ風と。でもお互いにやることは一つで、徹底的にブラスカー守り抜くということでしょうか。さあとはいえ一方的にブラスカに攻撃できる権利を持っているのが現状はと、加藤選手の飛行機械トークンとなっています。いやこれ本当にお互い殴るとお互いブラスカに延々と殴りながらあんま減らないんでかなり難しいんです。何が起きてるのかお互いわからないみたいな。そうですね、そうするとデッキの内容で結構差がつきやすいんですけ ど、ちょっと原根選手は、顔の出席が入っていないのでちょっと状況を打破できるカードが、また枚数自体はそんなに変わらないかなと、はい、スカラベが多いので、はいはい、川の出席
このミラーマッチミラーマッチにおいて最強カードとやっぱ言われてますね。4色対決はやっぱどうしてもこうなりがちなので、はい、川西さん最初ネタカードじゃないかっていう風にやっぱりちょっとすごいカードですね。リミテッドでは最強だけどって言われてたんですけど、リミテッドで強いから構築でもやっぱ強いんですよね。さて川西選手は引いたカードを一別しますが盤面に集中していますね。ちょっと見た目的にも明確に厳しくなってきた頃ではありますね。そうそう、22泊が通らなそうな見た目になっています。はい、とはいえトークンを見出すと、あ、構えましたね。ただ原根選手だけもう2個ずつ減るようになって、はい、もうこのままだと片方だけ奥義に届いてしまう状態なので、はい、なんなら次のターン奥義ですね。さあ、そしてチャンドラに見えましたが、チャンドラですか今のは。赤赤を用意してるのでいや、赤赤をと分けてるだけじゃないですかね。あのもう持ってるんですかね今。チャンドラですかね、引いたのは。あ、チャンドラですね。いや、これは強力ですね。この後中性度を4つと落としていくことになるわけですかね。ブラスカブラスカプラスチャンドラというだけでもかなりきついので、はい、さあ慎重に考えてみます。さあ一応 3,4 をマイナス能力で落とすことがあるんじゃないかと一応吟味していくんでしょうかね、加藤選手としては。さあプラスですね。プラスしました。はい、多分今スカラベが何でもリムーブしたでしょうね。7に落として、こういう時意外と難しいのがクリジャーを出したことによって不利になったりもするので、相手が多面相だったり、なるほどっていうのもあるので、なかなか難しいですね。あ、もう やってあげてますねこのダイスさあ徐々に徐々にじわじわと追い詰めていってる加藤選手ですね。あ、豚小屋の投函出ましたね。下は殴るんでしょうね。チャンドラも出てきたから今度は逆に殴らないでもいいんじゃないかと思い始める頃ですね。そうですね、これはもうほっといても、原根選手の中性度は絶対2個ずつ減っていくって状態ができたので、はい、ちょっとブラスカのトークンが増えると殴りづらさがすごいですね。この飛行機械やっぱり11っていうよりはその追加のブロッカーとして威迫に対して強いっていうのは価値があるので。さあただここは殴っていきますかね。さあただもう先ほどとは完全に立場を逆転して、今はもう殴らなきゃいけないのが原根選手なので、はい、ただ殴れないと。そうですね、難しいですね。次のターンからはけど殴らないとちょっと厳しい。慎重ですね、1体だけですねここは。あ、今飛行機械トークンがたくさん飛んで、あれ冷気装置じゃないですかねあれ。まあ大変飛行がやっぱありますか、あれ大きな差が。さあ何を引いたんでしょうか。原根選手の手札にあるのは一体何でしょうか。一枚は土地に見えたんですが、この場面まくるカード何かありますかね。原根選手のやはり神ですね。神スカラベですかね。神であればどんな状態であれそれでも神だな神はプレインズウォーカーの火じゃないですから、ね、なるほど、無限具合マナさえちょっとあればもう無限無限と。さあしかし殴りに行こうとしているのでスカラベではなさそう、ではなさそうと。4枚入ってるのにというところですが、こうなるとやっぱり苦しいですね。もう本当に殴らなきゃいけないんですけど、殴ると絶対損しますし、はい、でも殴らなきゃいけないっていう、はい、加藤選手はまた慎重ですからね。そうですね、1体っていうのがちょっと押せ押せムードだからソフトは2体で殴りに行きたいところではあったんですけども、でも現状もう原根選手の、ブラスカが減りさえすればいいので。なるほど、落とすことよりもその自分のブラスカよりも下げておくことが大事と。とにかく奥義まで行かなかったらどうでもいいので。なるほど、どっちかというと次のターンでブロックのしやすさを優先したアタックと、まあ、あと偶数にしておくことで、あのブラスカがマイナスを使わない限りは偶数でしか増えないから、あまり奇数ダメージがどうでもいいということがありますかね。さあソプターと、ああ威迫ですね。そしてエンドと、これはもう手札がほぼ土地であるのは分かってしまいますが、まあ除去の可能性はありますけど、なるほど、は打つとこがないので。さあ除去もこの状況では強くないですね。非常にチャンドラもう奥義を控えてますね。これでチャンドラめくれて、これチャンドラでチャンドラめくれるのが最も弱いですね、このチャンドラ。まあ、たまに打つしかえたりはしますけど、まあ、この状態においては、はい、これでもなぜか2点入ってしまうっていうのがすごいところですね、チャンドラは。さあそしていよいよ加藤選手は扇に向かって
奥義すごいですね。奥義で1位した瞬間チャンドアのプラスでそうですね、ゼロ。まあ、そもそもあの海賊軍団って基本的にやっぱ止められないんで。確かにそうですね。まあ、なのでクリーチャー倍必要ですもんね。次のターン原根選手は絶対に殴るしかないという地獄のような、はい、さあそして多面層、さあ多面層、これがまた新たなつぶじ風を。すごいですね、この巨匠だらけですね、バカ。地獄ですね、地獄ですね。現代の生き地獄という。さあブラスカブラスカブラスカと、ここはもう先ほどの妻さんおっしゃることを言うと攻撃施設はなさそうに見えますが、基本的にブラスカの奥義が控えているときはもう全力で守った方がいいです、ね。はい、原根選手本当に全力で殴るしかないんで、はい、さあエンドにマナー出してサイズを上げましたが、もうデッキに入ってない川の史跡を今からなんとか用意するしかないってところですね、これはもう。さあ原根選手けどここで悩んでるんで手札は除去っぽいですけどね。なるほど、竹霊稲妻あたり、ただちょっとどこに打ってもどこに打っても厳しいですよね。アンタップしました。サイドローですが、レイヒトン調和と竹霊稲妻ですね。はい、というわけで加藤選手が 2-0 と、このミラーマッチにおいて絶対的に強かったこのマナクリ型の4色ですが、加藤選手がプレインズオーカー、プレインズオーカーが、いや、試合運びも非常にクレバーで、もう隙がなかったですよね、つけ入る隙が。はい、加藤選手が 2-0 勝利しましたので、この後すぐ決勝ですね。